見えますか、見えますかね。蜃気楼がちょっとね、おはようございます。寝起きのバオシンです。新潟富山旅行2日目です。頑張ります。後半戦です。頑張ります。まずは朝飯調達していきたいと思います。いやー、いい天気だ。今日もし運が良かったら本当に蜃気楼が見られるかもしれない。蜃気楼見れるといいな。ちなみに宿に案内地図が書いてあったローソンに本当に1分でたどり着けるのか検証もしてます。かといってその案内が間違ってるかっていうと、まあそうでもないんですよね。何しろ僕が土地勘がないわけですから。どうやら道を間違えたらしい。確かにコンビニの看板ありましたね。まあざっとですけどコンビニ大体1分ぐらいで到着できました。コンビニで買ってきたものこんな感じです。最近糖類なしの炭酸にハマっているバオシンです。刻み唐揚げ丼です。塩ラーメン開けちゃいます。こぼれるのでここまでかな。おぼろ昆布手巻き新発売。昆布が海苔の代わりになってる。すごい、やっぱり中にこれあってちゃんと昆布が仕込んである。いただきます。うん、チェックアウトまでおよそ3時間ありますので、それまで編集作業頑張ります。忘れ物がないかどうかもチェックしましたので鍵を返却します。ちなみにチェックアウトの場合フロントへ立ち寄る必要はここに書いてある通りありません。辻ワクワクランド民宿さやがお世話になりました。では出発します。すごいところにあるなと思ったら、そりゃそうだ、僕が魚津駅から歩いてここまで来た時にびっくりした光景。予想通りこの界隈、ここら一帯全部畑、田んぼだ。魚津駅戻ってきました。魚津駅のそばになんか普通に飲んでもいい水があるみたいなのでちょっと飲んでみます。これですね。美味しい、飲める、ごちそうさまです。交番のすぐ脇にコインロッカーありました。これみたいですね。よかった、大きいサイズのやつもある。1個700円ですか。使用できるのは判例書を持って、日数の切り替えとなるので引き続いてのご使用は条件料金の追加となりました。それは大丈夫ですね。4時間ぐらいしか使わないので預け入れていきます。鍵なくしたら多分弁償ですね。はい、なくさないようにしましょう。500円硬貨が入るかと思った。入らなかった。交番の隣に観光案内所さんがあって500円玉両替してもらいました。本当すいません。残り500円
お金を入れて行きます。はい、閉まるかな、鍵が閉まるかな。あ、閉まった。はい、無事鍵が閉まりました。すぐに蜃気楼がね見れてしまうのも一番いいんですけど、やっぱり僕は旅する着物男子ですから、自分の足で歩いて行ってみたいと思います。先ほど観光案内所の方からですね、魚津市内のマップもいただきました。でね、普通 YouTube に旅動画投稿してますなんて言ったら、普通の人たちは、え、あの YouTube、 あの人の迷惑を顧みない人たちですかっていう風になるじゃないですか。でも旅動画投稿してちゃんと自分のコンセプトをお伝えしたら、ご快諾いただいて、観光案内所の職員の方が蜃気楼の見える場所に一人もいらっしゃるそうなんで、お話も聞けたらいいなって思ってます。多分あれかな、あのトンネルの下をくぐるのかな、蜃気楼展望地、こっちです。頭上に注意、上は線路が走ってますから、ちょっとこういった方がいいのか、ごめんなさい、土地勘がないものでね、細い道が通ってます。多分ここは一方通行。あー、そっか、お好み焼き屋さんがありますよ。こりゃすごい更地だな。でも方角的にはここで合ってるようですね。石碑が吉谷さん、吉谷最一の日って読むんでしょうか。もし間違えてたらごめんなさい。間違いのご指摘はぜひコメント欄にお願いします。微妙に風が吹いているので、先ほどの観光案内所の方のお話では、今日一度蜃気楼が見えたというお話でした。果たしてその時間帯に蜃気楼見られるでしょうか。いやー、見たいですね。ぜひ蜃気楼の見える街魚津に来ていただけるような、そんな内容にしたいと思ってます。あー、ここ道下公園、向こうで保育園の園児たちが元気に遊んでます。魚津水族館、そして埋没林博物館が左にあるということなんで行ってみます。22号線というのはここでしょうか。結構大きな道に入れてきました。僕時々本当にひどい方向音痴やらかしますからね。この方角で合ってるだろうか。左、整形外科さんのそうです。なかなかに立派な作りなんじゃないですか。この辺りちょっと信号がないのが気になるところですね。渡りましょう。埋没林博物館、右に曲がってくださいって書いてありますから合ってるみたいです。行きましょうか。蜃気楼が見られるといいな。今この映してるカメラでこの蜃気楼をきれいに撮影することができたらいいなって、もうそれだけですね。見えてきました、蜃気楼ロード、そして魚津埋没林博物館、突き当たりを右です。行きましょう。魚津水族館が左に曲がる、つまり逆方向になるということみたいです。一度歩いてしまえば何かやらかさない限りはそうそう忘れるものじゃないと思うので。魚津は海の町なんですね。船具屋さんがある、それからあれ魚津漁港さんがありますよ。で、海産物に欠かせないのが実はこういう冷蔵屋さん。やっぱり生物なので足が速いですから、品質を保つのに一役買ってくれる企業さんがあることはやっぱり重要ですよね。あ、ここだ、ここだった。魚津丸食堂さんです。このお店はまた別の動画でご紹介したいと思います。海だ、海だ。あれが蜃気楼っていうことはないですよね。さあ、蜃気楼が見れるでしょうか。魚津駅を歩き始めておよそ20分程度経ちました。あそこにファミリーマートさんありますよ。コンビニが、喉も乾いてます。軽く水分補給をしたいなと思います。ファミリーマートでこちらの商品買ってきました。これ糖分入ってないです。しかも脂肪の吸収を抑える、まあそんな宣伝はいらないんですけどね。いただきます。よいしょ。あー、生き返る。奥には立山連峰。じゃあ再び歩き始めましょう。
海のそばはこう磯の香りがとてもいいですよね。展望地はどこだろう。防波堤があるから多分防波堤があるので多分向こう側だと思うんですけどね。今僕は完全な山間だけで動いてます。もうすでに何人か人がいますね。蜃気楼、もしかしてあそこから行くのかな。いや違う、何かこう倉庫のようなところがあるので多分そこですね。この先にありそうです。この倉庫の先です。この倉庫の先を行って向こう側を左に曲がってこの先に展望地あるみたいです。見てください。まあ、ちょっとね何ですけど気をつけないと。でも海が綺麗だ。海が本当にエメラルドブルー。そしてこの磯の香り、あーふるさとを思い出す。ふるさと鳥取に似てる。おーすごい、本当にすごい。これ今気がつきました。あのとんがり帽子の建物の向こう、すべて立山連峰。まだ雪をかぶってる。4月なのにまだ雪かぶってる。向こう側にちょっと見えづらいですけど灯台もあります。あと観覧車、あの観覧車が回ってるところはミラージュランドだったと思います。すごいなこれ、すごい眺め。本当は魚津に来る予定なかったんですよ。金沢の兼六園でも行こうかなと思ったんですよ。でも桜2連発って芸がないなって思って、そしたら今の時期ちょうど蜃気楼が魚津で見られるからっていうことを聞いて急遽予定を変更して魚津市に来たんです。来ました、蜃気楼が見える展望地。何人かもう人がいますね。ここにベンチがありますね。ここから見れるのかな。どうやら到着したようです。世界で最も美しい湾、富山湾、そして蜃気楼。いやー蜃気楼発生してるでしょうか。発生してるのかな。一体蜃気楼が見れるポイントってのはどこなんだろう。それらしいところに開けましたけど。さっき見える。あ、本当だ。うんね。今で新ヒーローに出るんじゃないかな。すごいですね。なんかあの綺麗に見えるわ。あ、そうですね。うん、あ、本当だ。ね、本当だ。あ、出ました。蜃気楼が出ました。いや、ちょっとね、本当に油断してましたよ。見えるかな。見えるだろうか。見えますか。見えますかね。蜃気楼がちょっとね、あれ蜃気楼ですか。そこまでは ABC でいいのに、つまりそばでも行ってないんじゃないかな。まあちょっと蜃気楼としては微妙な線だっていうお話なんですけど、でもまあちょっと小ぶりですけど蜃気楼を見ることが肉眼で、そしてこのカメラでも確認することができました。というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。この動画もし面白いと思っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。